ジローラモダカルピジョルジョバザーリンの著書の図。ジローラモダカルピ、機械と忍耐。ドレスデン、アルテマイスター絵画館所蔵。ジローラモダカルピは、ルネサンスキーイタリアの画家。ボローニア派に属すると考えられている。父親も、画家で、フェラーラのエステ家の宮廷に仕えていた、ロレンツオコスタやラファイロの影響の強い画家の工房で、修行を積んでから、1520年代、カルピは、 ローマやボローニャに行き、そこで、ジュリオ・ロマーノのマニエリスム様式に霊感を受けた。それからフェラーラに戻ると、エステケの依頼で、ドッソドしガロー・ファロラと一緒に仕事をした。1550年には、ローマ教皇ユリウス3世の御用建築家になって、バチカン宮殿のベルベデール改築の監督を務めた。再びフェラーラに戻ると、エステンセ城の増築を託された。 カルピの絵には、ロビー後のサンフランチェスコ教会にある、聖霊の堕落、ボローニャにある、聖母、東方三博士の礼拝、聖カタリーナ、そして、フェラーラにある、聖ゲオルギウス、聖ヒエロニムスがある。ありがとうございます。